ただきます。秋田県より八幡瀬秋田水楽店の皆さんです。よろしくお願いします。ゆうたろうさん、ゆうたろうさん、はい、ゆうたろうさんです。ゆうたろうさんです。ゆうたろうさんといえば、はい、チョキさんなんですけれども、なんでそんなにかっこいいんですか？あ、ありがとうございます。なかなかそう言っていただけることは少ないです。まさかまさか、ありがとうございます。言わないだけでね、多分皆さん思ってますよ。あ、自分では言うんですけどね、まだあの人からは言っていただけないです。で、そのチョイさんって非売品だらしいですけれども、前回私ここで言わせていただいたんですよね。あ、全然記憶にございますか？はい、はい、あ、全然問題ないですもともとはですね、岩手のエサシジミクの、掛け声でして、私がよさこい始めた頃に、エサシのエサシカブトさんという、よさこいのチームが、ございます。そこで非常にお世話になりまして、学んだものをそのまま、出していきたいなと思って、その掛け声をずっと借りっぱなし、もう借りっぱなし状態ですね。借りてるものですので、私も借り物でございます。なるほど。じゃあもう借りたっていうことは、もうゆうたろうさんのもので、間違いないってことになりますかね。17年ぐらい借りてますので、はい、そうですね。そういうことになりますね。はい、わかりました。それでは、演舞の方、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。改めまして、八幡瀬秋田水楽店と申します。八幡瀬秋田祭りという秋田の、祭りが今年6月の24、25にございます。その秋田の祭りのホストチームをしております。ぜひですね、6月の秋田にも、皆様に、遊びに来ていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。水楽天レイン。神田の今日の音が
ございました。ヤートセアキタ水学生の皆さんでした、そしてチョイサーも